支度しましょう。星に帰る旅の。気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。うん。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。みんなの様子。見に行こうぜ。それにしてもいい風が吹いてやがる。この風、なんだか懐かしい感じがするわ。すぐまたそうやってはぐらかすんだから。
野暮なこと聞くなってことだよ。お子様には難しかったか。うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言ってるでしょ。そうよ、ラカム。イオちゃんはもう一人前の立派なレディなのよ。チッ、2対1じゃかなわねえなっと。仲良くしてよ。ちょっとからかっただけだって。悪かったよ。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか、空の世界がまた好きになれるっつうか。安心しな。見張りはきっちりやってっからよ。何かあったらすぐ知らせるぜ。魔物が出そう？空ってやつは安心してる時に限って牙を向けてくるからな。油断はできねえさ。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ境界を抜け切ったわけじゃねえ。
気抜くなよ。ねえカタリナ。なんだルリ。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。まさか。いや、しかし、そういえば考えた。あなたはどう思いますか。見ればわかるよ。お前ならそう言うと思ったぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ、そいつも空の果てにあるんだったよな。空の果てか。どんなところか検討。旅の目的地だもん。とにかく行ってみなきゃ。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。そうだな、さまざまな出会いもきっと待っているだろう。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島そろそろ見えてこねえかな。ん、みんな構えろ、魔物だ。群れだぞ。すぐに隠れてやったのか。いいよ、ロゼッタ。下限側の奴らを迎撃してくれ。わかった。この野郎、邪魔するんじゃねえ。よっよっ、さあ、こんな感じかな。よし、ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。あれ、
じゃ、これほど落とされちまうぞ。なんとかならないの？答えなきゃ。暴走状態といったところかしら。話が通じる雰囲気でないことは確かだわ。クソ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもバームートを引き離してくれ。やるぞ。すまないルリア、このまま攻撃し沈めさせてもらう。しねえと本当にまずいぜ。してくれやがって。次来たらもう耐えられねえ。おいで、まだか。こいつを殺して溶接完了と。よし、これでどうだ。いけそうだぜ。緊急上昇する。振り落とされんなよ。やった、頑張って。グランサイファー、バハモートは遠ざかっていくぜ。暴走が収まった。やっ、止めよ。食らったら一発で大打物だぞ。なんとか回避できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。こいつ正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられねえ。みんな衝撃に備えろよ。どうだ、こっち来ちゃうな。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の好機だ。受け止めろ。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。
やれやれ、一時はどうなることかと。ルリオ、ゴブリン！深い暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも私は命を落として。今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で、一つしかない命の半分を私に分け与えた。その事実がくすぶっていた空の果てへの憧憬を旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て、星の島イスタルシア、あらゆる望みが叶うとされる伝説の地。そう、ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば、私とルリアの命のリンクもきっと。私は今どこにいるのだろう。そうだ、船から落ちてしまって、ルリアとピーも。時の夢、今の状況が影響してんのか。はっ！実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。辺りを探してみようぜ。